焼いたチャーシュー法焼いたチャーシュー法チャーシュー法は、関東料理の一種で、チャーシューを国したパオズである。インサの際の点心として食べられ、中国のパン屋でも売られている。作り方としては、蒸したものと焼いたものがある。蒸したものは白い皮であるが、焼いたものは、光沢のある茶色の皮である。外見的には、他のパオズと似ているが、生地に酵母とベーキングパウダーの両方が使われて、 いるのが特徴である。そのため、皮は密度が高いが、とても柔らかい。パオズの中央には、柔らかく、甘く、じっくりと炙った豚肉のテンダーロインが入っている。チャーシューは菜の目に刻まれ、オイスターソース、海鮮ビシを、ごま油、米酢、紹興酒、または、ドライシェリー、醤油、砂糖、コーンスターチ等からなるタレと絡められている。ハワイでは、ピジンゴで、 マナプアと呼ばれる。この言葉は、ハワイ語で豚肉を噛むという意味ではなく、豚肉のケーキを意味するメアオーノープア A を縮めたものである。アメリカ合衆国本土では、中国語が使われることが多い。中国人が、プランテーション作業員として移住してきた際に、持ち込まれた。ハワイのマナプアは、白いバンズと濃いピンク色の菜の目に切った豚肉の、フィリングでできている。 ハワイのものは通常、中国のものよりも大きく、やはり深かすか焼いて作られる。赤い豚肉は、チャーシューと呼ばれ、この色は豚肉を炙る前に、極少量の硝酸カリウムに漬け込むことによるものである。マナップアは、現在では肉か豆のペーストを詰めたバンズ一般を、刺すようになり、ホットドッグ、カレーチキン、カルアピックやベジタリアンのための台所を使ったものさえ、刺す。 ハワイでは出来たてのものや冷凍のものが中華レストランの店頭、パンやコンビニエンスストア等で売られている。ありがとうございます。